はい。ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もね、えー、任天堂のファミコン40周年サイトで、ファミコン国民投票、こちらが開かれていて、今回は、えっと、第41回必殺技が良かったといえば、が、えー、のランクが出たので、そちらのことを話した上で、今度の今週のテーマ、〇〇くん〇〇ちゃんといえばを、 まずは、えーと、必殺技が良かったといえば、これは第41回で、えー、集計期間が2024年4月25日から5月1日水曜日までだったのですが、まあ、こういっちゃなんですけども、まあ、予想通りのような予想通りでなかったような、まあ、なんかそんな感じです。ということで、1位が、筋肉マンマッスルタッグマッチ。まあ、12.3%。あのー 僕の中ではね、プロレスゲーム、特にこれとタッグチームプロレスリングね、ここのあたりが、あの、プロレスゲームとか来ると思ったんだけど、実はあの、20位までにタッグチームプロレスリングが入ってないんですよ。だから筋肉マンだけ入ってたから、やっぱ必殺技っていう表現のインパクトは、やっぱこっちなんですよね。はい。まああのね、それぞれのキャラクターごとにこう必殺技があって、まあ特に多分ね、インパクト強いのは、やっぱりブロッケンジュニアのね、毒ガス攻撃だっけ。 あれがすごいずるいインチキだってすごい話題になったことから、まあ多分、あとファミコンでも結構必殺技っていう概念があったのはこの辺からな気もするから、まあそういう意味ではね、あのこれが1位だったのかなと思います。で2位が、えー、熱血高校ドッジボール部なんですけどまあこれに関して言うとね、よく、まあ、必殺シュートとかね、あれですね、7歩だか8歩だか、ほら、投げるまでの歩数でこう、 ヒューンってみんな必殺技が出るんだけどまあキャラクターによって出る技は違うんだけどまあとにかくインパクトのある技が確かに出てきたなというところではいこれが8.1%はいで3位がキャプテン翼2、えー、スーパーストライカーなんですけどもまあキャプツバっていうとまあコマンド式のっていうかまあねあのサッカーゲームなんですけどもまあ必殺シュートかな必殺技っていうか ま、いろいろな、あの、翼くんだと何だろう、ドライブシュートとか、オーバーヘッドシュートオーバーヘッドキックって言ったっけ、当時。まあ、とにかくはね、そういう感じでシュートがいろいろ、あの、キャラクターごとにいました、ありましたよね。だから、た分その辺のインパクトなのかなというところなんですが、なぜかここで評判を起こしてて、4位がキャプテン翼ということで、7.6%ね。で、4位のね、キャプテン翼が5.1%ということで、まあ、この2つ合わせるとね、えー、まあ、 まあ、トップ12.7になるとトップなんですよねだからこれ分散しなければこっちの方が上だったかもしれないけどまあしょうがないか <laughs> はいで、えー、5位が、えー、ダウンタウン熱血行進曲ソルよけ大運動会ということでなんかダウンタウン熱血物語とかダウンタウンあの時代劇とかねあの辺よりもこっちが上ってことはあのよほどねあのほら4人でやる何だっけか なんだっけな何勝ち抜き戦だっけなんだっけあ、勝ち抜き格闘大会か。これだ。これがね、いろんな、他のハードで移植っていうか、PS3 あたりとかで新規で出てきた時とかも、やっぱそこがメインで扱われてたから、あそこで使う必殺技なんだよね、多分。確かに、確かにそこが、まあ、格闘ゲームよりも、まあ、まあ、ファミコンだとこっちかなって思いました。はい。これが4.7%。 で、6位がダウンタウンスペシャル。え、国尾くんの時代劇で全員集合ということで、あれ、ダウンタウン熱血物語とこっちだとこっちが上に来るのかっていうか、ダウンタウン熱血物語まだあって感じなんですけども、まあ、同じだよね、基本的に。マッハパンシーとかそういうやつだよね。だけど、これ4%です。はい。で、7位、ジョイメカファイト。 これね、前回僕は予想してたんですけど、まあ格闘ゲームといえば、まずね、ファミコンで格闘ゲームこれですから。<laughs> はい。ということで、これが3.8%。で、8位が、えー、飛竜の剣2ドラゴンの翼。まあ、これは、まあ必殺技だけども、なんだろうな。まあ、まあ、まあまあ、はい。ここに集まったってことなのかな。まあ、3.1%。 ただね、この下にねすぐにね「飛龍の剣王子の章が入ってくるんですこれ1作目ですね2.0%まあ必殺必殺技まあ必殺技ねまあそうねあまあ、でも必殺技って呼んでたかどうかちょっと,ちょっと違うような気もするけどああれか幻の必殺剣みたいなあの飛竜の剣みたいな扱いかなまあまあそんな感じですでちょっとこれがね理解 あ、2.0%いったっけまあまあいいや。はい。で10、10位がマザー。これマザーの必殺技が、ま、全く僕ピンとこないんだけど、なんだろうこれ。超能力のこと必殺技って考えたのかなちょ,ちょっとこれ分かんないや。2.2%です。で、11位が、えー、ドラゴンボール Z、強、え、襲、ー、サイヤ人。まあこの辺ね、多分。 大魔王復活あたりからずっとカードバトル系になってるから、ドラゴンボール、ドラゴンボール、え、ドラゴンボール、えー、大魔王復活、悟空伝で、ドラゴンボール Z の教習サイヤ人で、2作目。この,このあたりがずっとカードゲームの流れだから、多分必殺のカード出せたら使えるとか、そんなレベルだよね。これが一番人気あったのかな、1.7%。 で、えっ、ー、と、12位がダウンタウン熱血物語。ここで入ってくるのね。<laughs> なんだろう、うこれが一番上にあった方がね、あの、収まりいいんだけど、みんなここはかわしたのね。1.7%。で、13位、えー、ドラゴンボール Z2、えぇ、ー、月進フリーザということで、まあ、これもだからドラゴンボールよりドラゴンボール Z の方がみんな必殺技のイメージが強いのかな。これが1.5%。 で、14位、ファイアーエンブレム、暗黒竜と光の剣。これちょっと僕全然わかんないんだけど、いや、攻撃はするし、なんかたまになんか強い攻撃するときもあった気がするけど、必殺技ってあったっけ <laughs> これピンとこないんだよな、これ1.3%。はい。で、15位、ここでドラゴンボール悟空伝が出てくるというね。<laughs> うん、まあ、この辺がね、多分ね、あれ、ファミコン、 ミニファミコンのジャンプバージョンこれが入ってたんじゃなかったかなまあ、そういう意味では知名度高いのかな ?1.2%。で、15位、え、忍者ジャジャ丸くん。これよくわかんないんだよな。<laughs> ジャジャ丸くんっていうと、忍法ガマパックンは必殺技じゃないしな。あとのアイテムを取っていくのもあれは必殺技じゃないしな。これ何が必殺技なんだろう <laughs> わかんないや。これ1.2%。あ、15位か。15位もう一個並んでんだ。 15位が3つ並んでて、で、ファミコンジャンプ、英雄やつこれも必殺技って言われてピンとこないんだよな。まあ、多分キャラクターごとになんか技が、技っていうか攻撃とかが用意されてたのかな。いまいち、うん、でも、うん、まあ、わかんないけど、はい。1.2%、はい。で、18位、えー、セイント聖夜黄金伝説。これはゲー、ゲコスモを貯めて、 じゃコスト放出して、こう、技をかけるの。中に必殺技が、まあ、あるのかな ?1.2% だけど、18。で、19位が、ダブルドラゴン2。これもよくは必殺技必殺技わかんないな、これ。わかんないけど、1.1%。はい。で、20位、プロレス。まあ、ここの辺はね、多分、必殺技っていう概念は、まあ、キャラクターごとにプロレスなんて用意されてだから、僕の予想では、 タッグチーム来ると思ったら来ないし他のスーパースタープロレスリングとかいろいろプロレスゲームあるんだけど激闘プロレスとかねいろいろあるんだけど全然来ない中で「筋肉マン」トップで次が出たのが20位のプロレスということでね1.1%ですうーん何なんだろうな必殺技って言葉だからなんか,か拡大解釈をすれば例えばほら「スーパーマリオ」のスターを取った時の無敵状態とかあのー ドラ,ゴンドラクエの,あのパルプンテとかね、<laughs> ああいうのも必殺技になるのかなとかいろいろ考えたんだけど、意外と、ま、皆さんね、あの、普通にトト、淡々と普通の,あの必殺技を上げていったのかなというのが今回のランキングでした。もう少しね、こうシリーズタイトルはね、タイトルにこうキャラあ分,分散せずに一つになればね、もう少しこう、ランキングが面白かったかなと思うけど、まあ、しゃあないね。 分散するよね、はいまあ、だってほら分散してもドラクエがね全部ランクインしたりしてたからね他の他の,あの質問とかだとね。ということで、えー、と今回、えー、と新しいテーマ、えー、5月あ第42回今週のテーマ「まるくんまるちゃんといえば」これが5月8日の11時59分 AM まで投票受付中なんですけどもこれね 〇〇くん〇〇ちゃんって言われてもね、あの、くんとちゃん圧倒的に差があります、まず。で、もっと言うとね、〇〇ちゃんよりもね、〇〇さんの方が多い。<laughs> 本当にね、これは、だからなんでこういう風にしたのか。まあでも、くんとちゃんなのかな。でもね、くんだけに絞った方が良かったような気がするんだよね。というのも、ちゃんって何があるかっていうと、ちみまるこちゃん。<laughs> そして、 クレヨンしんちゃん <laughs> まあね二大ちゃんですよ <laughs> ななだけどもさそうじゃないんだよなでまあクレヨンしんちゃんはねデータ区版もあるから2倍あるわけですよであとキョロちゃんランドねはいあだからゲームの内容的には多分キャラクターに何々ちゃんと呼ばれてるキャラクターがあるって可能性はあるからタイトルとか主役とか以外の可能性もあるんだけど一応ちゃんとつくゲームのキャラクターっていうかタイトル タイトルで何々ちゃんってやってるのはこのぐらい。あの、まあ、あの、チャンピオンシップロードランナーとかね、あの、空手チャンプとかね、ちゃんがつくものはあるんだけど、まあ、そういうの違うと思うんで、まあ、そういう意味では、あの、まともにこう何々ちゃんって言い方をしてるのはこのぐらいでした。に比べると、くんが本当に多くて、あ、三ちなみに三は何があるかっていうと、所さんの守るも攻めるもとか、えっ、ー、と、なんだ、三あれなんだっけ。 いろいろあったんだけどな。あれ、まあいいや。あの皆さん調べてみてください。さんの方がね多いです。で、くんなんですけども、例えばどんなのがあるかっていうと、例えば会社を代表してアスミくんランドとかね。はい。アスミくんランド、アスミくん、アスミくんだからね、くんく付けしてますね。 アニメ系だとね、忍者ハットリくんとかね、悪魔くんとかね、おそ松くんとかね、えー、おぼっちゃまくんとかね、<laughs> まあこのあたり。で、まあ有名ところで行くと、例えばこう、えー、僕、ドラキュラくんとかね、えーと、モアイくん、まあこれ有名かどうかよくわかんないけど、はい、くんづけ。あとね、かけふくんね、<laughs> はい。<laughs> はい であとまあちょっとマイナーなんだけどパチスローアドベンチャー2そろったくんのパチスロ探偵団そろったくんね、まあ、ゲームとしては1作目の方東京パチスロアドベンチャーだっけあ違うやパ,パチスロアドベンチャー3の方かなそろったくんまだ出,出演してるんだけどタイトルにはなってないんだよねあと「ペンディング・ウォーズ」とかねはいえっ、ー、とディスクだとこう「ラジカル・ボンバー」 ジライ君。くん <laughs> で、えっ、ー、と、爆投士パットン君 <laughs> とかね <laughs>。で、えっ、ー、と、ハオ君の不思議な旅のハオ君ね。はい、こんな感じで、君付け結構いあるんですよで。ちょっとさっきアニメキャラ一つ抜かしたんだけど、これ二つあるのが、えっ、ー、と、マジカルタルルート君。ね。マジカルタルルート、二つあります。 あと忍者くんまあ忍者くんね2個ありますねはい忍者くんでじゃじゃ丸くんなんかもいっぱいありそうなんだけどちょっとさっきランク入ってたからちょっとちょっと忘れてたけどじゃじゃ丸くんっていっぱいありそうなんだけど忍者じゃじゃ丸くん以外はじゃじゃ丸の大冒険とかじゃじゃ丸忍法帳とかじゃじゃ丸劇マ伝デンとかねなんか まあなんかこう忍者が外れたり忍者がつく時もあるんだけどんは大体外れてるんですね。で、あとあれこう熱血紅白邦雄ん邦雄君もいろいろありそうなんだけど前回の「必殺技が良かった」とか入ってるやつなんかもう全部熱血は入ってんだけどそうでもないかダウンタウン物語と熱血物語入ってるね。 そんな感じで熱血が入ってたりとかダウンタウンが入ったりするんだけど、クニオくんってあんま入ってこない。まあ入ってくるのはこのぐらい。クニオくんの熱血サッカーリーグ。まあこのぐらいなんでね。まあとにかくこれもくんといえば、ね、多分クニオくんこっちが来るんじゃないかな。あとね、ファミコンで一番多いのがね、これですよ。目指せパチュスロパチオくん。で、これ1作目だけ目指せパチスロパチオくんで、2作目以降はね、パチオくん2。 34あこうか4で55になるとねこれジュニアの挑戦ということでねあのサブ隊がついてたりするんだけど。 パチ,ロパチオくんもね、4、5タイトル入ってんだけど、ただ、その、投票するときに、パチオくんと思って入れようとしても、これだけね、目指せパチスロパチオくんなので、もしかしたらあれ入らねえやーと思って、なんか結果的にパチオくん2とかがね、ランクに高いとこ入りたいってきそうな気もするんだけど、まあ、とりあえず、あの皆さんね、目指せパチスロパチオくんと覚えてください。<laughs> でね、なんか足りねえだろうと思う人もいたか、いるかと思うんですけど、まあ実際に何々くんっていうね、名前だと思うじゃないですか、これ。でも名前じゃない、あ名前っていうか何々がって、まるが名前で、で、くん付けになってるっていうニュアンスから、ちょっと外れるものいくつか。チャックンポップ。これね、チャックンって言うんだけど、多分ね、まあ、アスミくんとか同じかな。 チャックンって多分チャックンって名前なんだよね。あすみくんは明らかにさ、くんだけ変えてるからさ、多分なんかあ、なんか違う名前がありそうだけど、チャックンは多分ね、チャックンって名前だと思うんだよ。チャっていう人じゃないと思う。まあまあとにかくチャックンポップのチャックンも確かにくんなんだよね。であとねワンパ、ワンパクコックンのグルメワールド。これもね、あの、まあ確かにコックンなんだけど、多分ね、コックンってね、コ っていうののくんじゃなくてこっくんって名前なんですよ。これはまあいいんだけど、まあ、まこっくんね。はい、コックもあります。あとね極めつけはこれなんだよね。スーパーモグラたちえポックンモグラ。これもねポックンかなと思う人いると思うんだけど、このキャラクターはねえっ、ー、ともっくんです。<laughs> モグラのモックンです。で、これがねフランケンのフックンです。 ま、あそんな感じでね、あの、ま、ちょっといい加減なんだけど、このポックンモグラーのね、このポッくんは、あの、こ叩くことをね、ポッくんって呼んでるんですよ。だから、くん付けじゃないんで、ポックンポックンって叩くことを言ってるんで、まあ、そこら辺を踏まえた上でね、それでもいいやって方は、ぜひね、この、まあ、皆さんね、こう、ポックンモグラーをね、投票していただけるといいかなと思います。これ入れてほしいよね。 で、1位になったらみんな語れるでしょその、いや、ポックモグラって別にポックンってキャラクターいないんだよって。あの、これ、モックンだからって言えるでしょポックンはこう叩くことないポックンなんだよってこういうねあの、説明を皆さんできるように、あの、これをぜひ投票よろしくお願いします。はい。 ということで、えー、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよってアイデアがある方はぜひコメントください。また動画の拡散、SNS での動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒館でした。